試合です。今日は噴火湾の鹿部で水揚げされた35から38キロぐらいあるタコを私がさばいています。力仕事なんですよ。これは頭、胴体ですね。頭と言われてますけど、これは胴体です。手のひらと比べるとこんな大きさがあるんですね。足の太さも私の腕よりも一回り、二回りぐらい太いです。吸盤ですね。500円玉の500円玉より二回りぐらい大きい吸盤です。まずは胴体を切り離します。目の下でカットです。頭です。目はこっちにつけます。これを裏返しの部分がくちばし、口の部分です。オウムのくちばしのような形をしています。で、足を一本ずつ切り離していきます。毛をカットして一本一本切り離していきます。このヒレは手打ちはちょうどよく切れる包丁でないと切れません。結構やっぱりかなりの力しかない。そう言いますと、これで新商品で開発しようって考えておりまして、今年から鹿部の浜で蔵を入れています。大大サイズという特大サイズです。約30キロから40キロ近くあるタコですね。ご覧のように非常に太い、腕よりも太い足ですので、これを例えばそうですね、輪切りにして、1センチ、1.5センチぐらいの輪切りにして鉄板焼きでちょっとタコステーキなんかどうかなとか、いろいろこう製造を巡らしております。また、皮をむいてですね、じゃあ身の部分だけを刺身にして、
9番が非常に大きく500円玉の数倍ありますから、この9番だけでも一品の料理になるんじゃないかなと。例えばボイルしたらちょっとこういうふうにお椀状になりますから、そこに詰め物をしてオーブンで焼くとか、例えばパン粉をミキサーにかけてパン粉をつけてフライにするとか、いろいろとこう想像性が湧いてきます。想像力が湧いてきます。皆さんも一度考えてみてください。今後この処理は、次の工程としては洗いをさっとかけて、冬で表面だけをボイルするブランチングをします。中は生のままで、お湯から揚げます。それを冷やして冷却して真空包装してマイナス65度のブライン凍結で瞬間に凍らせていくという、こういう処理をします。そして皆さんのところにお届けするという形です。何点かちょっと私も新しい商品を考えてみたいと思います。以上、タコ